とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日から新シリーズを始めていきたいと思います。武器には、だいたい40種類ぐらいの種類があります。その武器一つ一つの特性、そして、合うエンチャントを説明していきたいと思います。これコメントたくさんもらいまして、アドバイス、そしてね、ご要望がありました。ありがとうございます。やっていきたいと思います。ということで、今日、まず一発目、これをやります。皆さん大好きな、覆われた怒りですね。この覆われた怒り、攻撃力は全武器中、2番目に高い武器となっております。ちなみに一番高い武器は星なき夜の2発目のダメージですね。あれが一番高いです。ただし、覆われた怒り、単発で攻撃をします。こんな感じですね。全部このダメージを出すことができますので、安定してダメージを与えていくことができます。そして、覆われた怒りの一番の特徴、毒ですね。ダメージを与えた時に、毒ダメージが11回、発生します。で、この毒ダメージは固定ではなくって攻撃力に依存します。覆われた怒りをエンチャントで強化して、もしくは防具で、攻撃力を強化する。そうすると毒ダメージも跳ね上がっていきますので、この毒ダメージっていうのがものすごく重要になります。攻撃範囲がものすごく広くて、さらに重力までついてます。これなので、囲まれた時でも安心して攻撃していけますね。それでは、エンチャントに行きましょう。まずは回復ですね。回復で、輝きは絶対に入れないようにしてください。輝きは全く合いません。まあ、この攻撃速度の遅さですよね。この遅さで輝きは絶対に合わないので、やめてください。合う回復は、吸血、もしくはリフレッシュ。この二つですね。難易度がそんなに高くないところは、吸血でも大丈夫です。でも、高難易度になってくると、リフレッシュは絶対に必要になると思います。うん。最初の頃はね、吸血、もしくは、6% の HP 吸収の防具、それで間に合うと思うので、大丈夫ですね。で、もしくは、吸血とリフレッシュ、両方入れても、場所によってはありだと思う。あ、場所と、他の攻撃エンチャントによっては、ありだと思います。リフレッシュで、ポーションを回復しつつ、吸血でも回復する。まあ、安定はするとは思いますね。続いて、おすすめの補助エンチャントですね。補助エンチャントのおすすめは、ガードストライク、そして凶暴化、爆発なんかがおすすめです。まずガードストライクですね。敵をかなり倒すことができますので、ガードストライクが発動しやすいです。なので、常に 50% ダメージカットを入れることができるので、おすすめです。そして凶暴化ですね。凶暴化は合う合わない武器がはっきり分かれてると思うんだけども、この覆われた怒りは凶暴化と合います。攻撃速度が 50% 上がります。1.5 倍になるんだよね。なので、敵をさらに倒しやすくなるので、下手な攻撃スキルを入れるよりも、凶暴化を入れた方が強くなると思います。まあ、発動率によるんだけどね。はい。そして、爆発ですね。これ爆発がかなり合います。広範囲に敵を倒せるっていうので、それで爆発が発動して、さらにそれで敵を倒すっていう、うまい連鎖が生まれますので、爆発おすすめです。ただし、リフレッシュは若干効かなくなりますので、そこは注意が必要ですね。そして、補助エンチャントで絶対入れない方がいいっていうのが、エコーですね。エコーは、俺一回試してみたんだけども、合わない。うん。攻撃速度遅いから、エコーで回していけばいいかなと思いきや、攻撃の後の硬直、あれがね、長すぎて、その間ボコられるんですよ。なので、
エコーはね、あんまりおすすめしません。よろしくないと思います。それでは最後は攻撃エンチャントですね。攻撃エンチャで絶対入れた方がいいよっていうのがあります。それが、虚無、痛みサイクル、ダイナモ、アーティファクトシナジー。この4つですね。この4つを2つ以上入れた方が強くなると思います。で、絶対必要なのが虚無です。虚無。虚無を入れると、この毒ダメージだね。毒ダメージがどん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 ダメージが上がっていって、ボスなんかを倒しやすくなります。虚無との相性抜群なので、虚無は、まあ、絶対入れた方がいいかなと思います。あと、アーティファクトシナジーだね。アーティファクトシナジーも合う。やっぱりこの単発で攻撃していくので、毎回 1.8 倍攻撃力が上がると、すっごいダメージになります。で、さらにそれで毒ダメージも上がっていくので、いいサイクルが生まれていい感じなんですよ。そして、痛みサイクル、ダイナモ。まあ、これは、両方入れてもいいし、どっちかでもいいと思います。まあ、とにかく高火力のエンチャントになりますので、入れるようにしたらいいと思いますよ。そして、おすすめエンチャントもう少しあります。追い打ち、クリティカル、エイリ、アンチャンティング。この4つですね。なかなか合うと思います。そして、おすすめできないエンチャントっていうのもあります。おすすめできない攻撃エンチャントは、旋風、衝撃波、あと雷と毒の雲。この4つはおすすめできません。旋風はまずね、当たらない。旋風の、範囲内に敵を入れることがほぼないので、旋風は意味がありません。で、衝撃波。衝撃波は、単発の武器とは相性がいいんですけども、この攻撃速度の遅さなので、衝撃波も入れない方がいいです。うん、まあ、リフレッシュとの相性が悪いから入れないっていうのもあるんですけども、旋風衝撃波は良くないです。で、雷も、発動率なのよね、あれ。30% の確率で雷が発生するんだけども、パーセンテージの発動のやつは相性が良くありません。入れない方がいいです。そして毒の雲ね、まず攻撃力が低いので、どの武器にも合わないかな。入れない方がいいです。はい、ということで今日は大荒れた怒りの紹介をやってみました。どうだったでしょうか。俺の知識だけでは、まだまだなところがありますので、これもいいよっていうのがあれば、コメント欄に書き込みをよろしくお願いします。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。